はい、こんにちは、ピカです。今日ね、グランツーリスモやっていきたいと思います。今日やるグランツーリスモは、こちらですね。これ知ってる？グランツーリスモコンセプト。2001年東京。はい。これは、グランツーリスモ、おー、すごい。え、ここ何？光ってるだけなんだ。すごい。ここ光ってるんだ。シールじゃねえんだ。グランツーリスモ3のね、どうしたこれはね、グランツーリスモ3の後に出た、グランツーリスモ3、これのベースの車がね、なんか増えてるバージョンらしいです。はい。これだけの車種がね、揃ってるらしい。いろんなね、車種がある。これちょっとやっていこう。あ、NSX タイプ R ある。トミーマキネンもあるぞ。あ、なんかいっぱいあるぞ、これ。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。ほぼメニューは、グランツーリスモ3だね。ゲームスタート。これしかない。コースライセンス試験。シングルレースがグレーアウトしてるんだけど、あ、ライセンスを取らないと無理ってことやね。はい、ライセンス見てみよう。コースライセンスってことなの？あ、面白いじゃんこれ。やっていこう。まずは最初、あ、インテグラタイプ R、 今はめちゃめちゃ高い。先導車ありにしても、めちゃめちゃ高い。どうなってる。あ、これ結構パドルまであるんだね。ドライビングフォースっていうね、5000円で買ったね、こうハンコンでね、やっていきたいと思います。さあ行くで。先導車あり、インテグラタイプ R、 FF ですね。さあどんな感じなのか。おお、流れるよ。これは楽しい。めちゃめちゃ楽しいぞこれ。いや、もうこれ完成されてるような、もう本当に挙動が。まあタイヤのこう細かいヨレとかがあんまないけど、もうそういうなんかね、そういう次元、もう本当にしっかりと。クラッチ蹴りたい。そういうね、しっかりと本当にね、こうシミュレーターとしての優劣を語れるレベル。スリップ入って、スリップ効かねえのかな。おい、よっしゃ。ちょっとタイヤが余った。本当にね、こう挙動がね、すごいリアル。あのね、ヨーモーメントがちゃんとこうあって、でタイヤのね、こうスリップアングルって言って、どのぐらいの角度でスリップしてるかっていうのまで、ヨーモーメントプラススリップアングルがちゃんとね、シルバー、イエイ。インテグラタイプ R、 しっかりとシミュレーションされてる。素晴らしいと思います。いいね、いいよ。33秒からゴールドだね。やったー、もらいました。 FD もらいました。めちゃめちゃ高いぞこれ。今程度のいいやつもう1000万いくつだよね。800万ぐらいだもんね、売られてるの。程度のいいやつもうすぐ1000万は。すげえわこれマジで。え、これ何？え、すごいいっぱいある。何これ、嘘でしょ。え、何こんなにいっぱいあんの。ええマジで。あ、こっちに行かなきゃいけない。なるほど。待ってコースライセンス次。あ、これもいいじゃん。 NSX、 あー、トミーマキネンね。ちょっとなんかラリーコースやってみる。スウェーデンスイスアルプス、先導車あり、1分26秒ですね。さあ行くぞ。先導車あり、おお、なるほど、はい、はい、すいません、先導車あると、先導車だ、邪魔です。すいません、先導車抜かしたんですけど。
どうすればいいですか。あ、先頭車マジで、先頭車ないとコーナーの深さが分かりませんが、めちゃめちゃ楽しい。これどっちどっち、こっちか、すいません、先頭車、早く先頭車また先頭車抜かしたんだけど、どういうことどういうこと、ちょっと待ってハンコンが緩んでるのと戦ってる。先頭車、先頭車、先頭車に抜かれる。先頭車まだ抜いてこない。失敗した。先頭車、おい先頭車、先頭車の役割ができるだけ大回り、大回り、大回り、来た先頭車、来た先頭車にぶつけられてる、来た、なんか分かんないけどゴールド来た、ゴールド来た、やった先頭車 GTR 抜かしました大丈夫かこれ、なんで先導車、先導車抜くって、これどういうこと、こんなことあるの、接待、グランツーリスモがお前は先導車抜くぐらい早いんだよっていうことを接待されてる、これ。あ、しまった、ハンドル出すの忘れてた。来た、もらえた GTR だなGTR 3334GTR の3433、わかんない、なんかまた来た、また来た、なんか先導車抜かしたのもあるの、なんか、あ、ゴールドな、ゴールドボーナスな。グランツーリスモ最高やな、やっぱ。何これ、グランツーリスモ楽しすぎる、本当に。さあ、じゃあ、あ、家の近く走ろう、東京246だね、家の近くですねこれね。一回走るか、ここな、コースな、説明していくか、夜中に全開でチャレンジで走るか、フェラーリで何言ってんだ俺。さあやっていこう、先導車をまた抜かしてしまうかもしれませんが、はい、246から全開ですね、246全開から、はい、イチョウ並木に入って、はい、迎賓館のね、ところですね、ここの信号こういう風に抜けちゃうんだけど、俺こういう風に抜けちゃうんだけど、はい、で、あの、これが今はね、左側がオリンピックの会場ですね、建て替えられた前のちょっと待って、ちょっと待って、いろいろある、いろいろある、いろいろある、はい、ぐるっと回ってきて、あー失敗した、これいつも右折して帰ります。はい、迎賓館の方へ、よいしょ、四谷の方か、はいここランボルギーニの試乗コースよさあ迎賓館右側ね、前を通って四谷の方へ戻っていく、赤坂の方が、赤坂の方へ戻っていく、戻っていって赤坂、あ、これ U ターンするのか、あ、U ターン、これね、左側がワクチン接種会場ですね俺が打った、あ、この左側の建物が、はい、246を U ターンして戻っていくという感じだね、はい、ゴール、ブロンズだった解説してた、いろいろあった、ちょっと待って、これが緩んだ、はい、なんかね、またもらったな、これはインプレッサか
シルエットでだいぶわかるっていう。まあみんなそうだよね、この年代の人たちは。さあ行くぜ、どんどん行く。ゲーム達成率 10% までいったこれ全部いけるんじゃねえかっていう説あるな。タヒチ、インプレッサー、インプレッサーやってみるか。先導車あり。あ、ターマック、はい、ターマック。あ、またこれ何、デフォルトなのこれ。おお、すごい、音がすごい。音がすごい、プシュンプシュンいってる。先頭車抜かすとデフォルトなんだこれ。懐かしい、このコースも結構走った。うわー、気持ちいい流れ方。何の実況もしてなかったことに気づいた。ただ俺がゲームを楽しんでいるだけの動画になっていますが何の実況も必要ないでしょう。そう、やってください400円。え、これ300円ぐらいだったかな、ゲーム中古でめちゃめちゃ安かった1000円以下値段覚えてない正直。5000円のハンコンで、あー、大外回りあー、スピンした。ここな、はい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 、分かった。サイドブレーキ欲しい。ここサイドだな、丸だったっけ。あ、丸だな、サイドいいじゃんいいじゃん、サイドのちょん引きで。あー、ターマックや。出た、あー楽しい、これ素晴らしく楽しいわ何回でもできるスピンしてブロンズ全然いけるわ、全然いける、ゴールド取れそう。やべえ、楽しい、楽しいしか感じない。インプレッサで走るとトミー・マキネンがもらえるっていう、大丈夫かこれ。トミー・マキネンだよねこれやばくない？どういうことやこれ大丈夫かこれ。オータムリング R、 もうこれやめようこれやめようっつって。わー、これもな、インテグラタイプ R のレーシングカー、いいね、これも面白そう。あー、 NSX R プロトタイプやります。これやりたかったんだ、 NSX。 今はなき、もう骨董品だね、骨董品、国宝級の車ですよ今となったら。うわー、逆走、逆走なのか。さあ赤坂見附方面へ。ごめんごめん、あー、ここじゃない方がいいな、コースが。ニューロ走り手、あー NSX、 なるほどね、なるほどね、 NSX っぽさあるけど、なるほどな、なるほど、そういうことか。うんとね、だからNSX っぽさはあるんだ。だけどやっぱグランツーリスモスポーツの NSX っぽさじゃない。なるほど、
そういう進化なのか、まあ、その車を感じるっていうところまでは行くんだよね。グランツーリスモ3で十分こう車のこうミッドシップ感はあるんだ、これも。で、四駆は四駆、砂利道は砂利道、FF は FF っていう感じはあるんだけれども、ちょっと待って。ああ、なるほどね。やっぱり車のいろんな車をモノマネするところまでシミュレーションレベルがいってるかっていうと、まあ結構いいとこまでいってるんだけど、やっぱ細かいところでなんかグランツーリスモスポーツの方が完成されてるなって、まあ当たり前だけど違いを感じたね。なるほどね、そういうことか。こっからの進化はやっぱ努力に対しての進化の量って、そんなにこう人が感じられる進化の量って多分少ないと思うんだよね。うん、だけどやっぱり確実に違うっていうのがあるけど、もう本当に8割方完成してんだよね。な、今の完成度が 95% だとすると、その 95% まであと 15% のところまで行くのにすごい時間がかかるっていう感じがわかる。なるほどね。だから、まあ、イメージの中では本当にほぼ完成形だよね。はい、NSX のスーパー GT かな、スーパー GT の NSX だね。 JGTC、 おー、あ、 GTR コンセプトなるほど、これやってみようか。 GTR のコンセプト、 35GTR って34からもうしばらく出なかったんだよね。で、まあ今のこのコンセプトがずっとあってなかなか出ないっていう歴史があったんですよ。さあGTR 3号だね、もうコンセプト。つまり俺は未来から来た男、この完成した実車にも乗ったことあるし、グランツーリスモ6もやったことある男、それが未来から、あー、ちょっとヨーモーメント評価してみよう。ちょっとフロントがヘビーかな。もうちょっとなんかこうちょっと四駆っぽいよね、動きが。もうちょっとね、四駆、こんな四駆っぽくない。 GTR さらに進化してる。だからこのコンセプトの段階での動きとしてはこんなもんなのかもしれない。ちょっとあれだね、フロントヘビーだし重量配分もなんてねそんなことが分かってしまうっていうグランツーリスモ3、素晴らしすぎない？インカット、インカット、ちょっとだからほらギアが流れすぎるやん。こっからコンセプトがね、どういう風にシミュレーション上進化していくかっていうのも見ていきたいね、グランツーリスモとともに。いやー面白すぎる、素晴らしい、素晴らしいよ。車もらったぞ、マーチだ。すげえ分かるんだな俺分かるんだな、MM だ、マーチのコンセプトカーだはい、ということでやってきましたけど、いかがだったでしょうかね。やっぱすごいな、グランツーリスモで。ちょっと見えてきたのがやっぱり車種ごとの違いっていうのが、グランツーリスモスポーツほどは当然だけどね、分かりづらいっていうかね、モノマネが完成度が高くないっていうのは分かったね。でももう本当に車の FR、FF、ミッドシップ、あとは車重とか、そのタイヤのグリップの感じとかの、そのスリックの感じとか、スポーツカーの感じとか、そういうのがもう完全にもうシミュレーションされてるなっていう感じはありましたね。だからなんか、まだね、こうサスペンションのこうジオメトリーの違いとか、そういうことまでグランツーリスモスポーツは感じるわけ。だけど、やっぱりこの時代のやつっていうのは、なんていうのかな、まあその、前後の荷重差とか
そういうところまでかなっていうね。だからやっぱシミュレーションレベルっていうのがやっぱ今のやつはやっぱすごいなというのも分かったし、でそれでね、こう何が変わってきたのかっていうのも分かって、じゃあこれがダメなのかっていうと、そうでもなく、この時代の最高峰のもので、もう本当にね、シミュレーションというか、まあレースゲームの基本的なその車の動きとかっていうのは8割方完成してるのよ。もう本当にあと細かいところのそういうね感じだけっていうさ。まあでもそういう車ですって言われたら、あ、別にそこのシミュレーションができてないわけじゃなくて、あ、こういう車なんだねっていうことが分かるっていうねことでした。まあとにかくすごいな、過去作品すごいなっていう印象ですね。なんでまあちょっと皆さんね、今アットホームだっけね、ホームアローンだっけ、なんだっけ、ね、家にいなきゃいけないんでっていうところもあるじゃないですか。なんでね、これ5000円で買って、5000円でね PS2 買えますんで。なんかね、最新情報によると PS3 の初期版だと1,2,3 もできるっていうね、全部できるっていう噂があるんだけど、あの噂じゃなくて、多分俺それ持ってたんだよね、壊れてどっかにあると思うんだけど読み込めなくなっちゃったっていうのがあると思います。はい、ということで、まあぜひね、やるのも面白いなっていう、こう面白い遊びとして本当に楽しかったですね。はい、ということでね、またね、今夜やっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、またね、これライブでやるわ。ライブでね、グランツーリスモ3をクリアしていくっていうのをやっていきたいと思います。